ただいま。あ、もうなんか、いやー、二日連ちゃんの全身麻酔は体に負担が来てますね。ちょっと待ってね。体に負担が来てます。お疲れ様、ありがとう。 KP ありがとう。いやちょっと衝撃ですね、衝撃ですね。大変なことになりました。今回は、目の、目頭と垂れ目をしました。今回もちょっとインパクトあるね。で、かなりインパクトがあるんだけど、あの次のトゥモローとトゥモロートゥモローが大変だよって言われた。今日は晴れてないからね、これでもって。で、言われました。あの先生に会った瞬間に、あの鼻見て笑われた。ああ曲がってるってこう言って。バブルバブン、ありがとう。ありがとうございます。曲がってるって。だけど、これまだできないって、鼻がまだ硬いって、できない、まだこれでいじっちゃダメって。あー、ありがとうございます。目はダウンタイムあるね。あーちゃん、ありがとう。イルカ5個、イルカナイス、当たりで。また鼻は直しに行きます。また一回帰国して、またどっかのスケジュール組んでお金を貯めて鼻を直します。もうその無理、やっぱりそのまた同じ店舗でやり直しても、まあ、無料なんだよ、やり直すのは無料なんだけど、ちょっともうし鼻も曲がってるし、鼻先も曲がってるって。プロテーゼが曲がってるんだって。そもそもプロテーゼが曲がってるプラス鼻先の軟骨も曲がってるって言われた。どっちもダメ、どっちもこれ入れ替えないと思う。うん、いやそんなとこで無料でもやり直したくないじゃん。本当は何まあ無料だし行こうかなって思ったんだけど、まあいい思い出ないんで、そこはもう行くのやめます。で今回は鼻が、まあ、半年経ってるけど、うん、だ上手かどうかも分かんない。すごい今悲惨な顔してます。ナイス線で1週間無加工やりたいと思います。ナイス線で1週間無加工整形配信、恥ずかしいけど無加工で1週間過ごします。もしナイス線いったら、あと500ナイスよろしくお願いします。1週間無加工配信です。皆さん応援よろしくお願いします。あ、500ナイスありがとう。ありがとうございます。
いや、そんなまだ始めて6分ですぐ1000なんて無理って分かってるから、無理って分かってるから、分かんない 1時間ぐらい経ったら1000いくかもしれない。皆さんの皆さん次第。まあいいの、ちょっとこの顔見せるのもやっぱ私女の子だしね、勇気が必要だから、今そのまだ見せないで中継、顔に見せ入れるんだから仕方ないよ。ありがとう、あっちゃんありがとう。グロいね、かなり。ちょっと自分でちょっと見てくるか。もうグロいですね、かなり。これ抜歯痛いんだろうなこれ。で明日目から、あの 目のね、明日は目の粘膜、目の中の粘膜が飛び出す予定ですねって言われた先生に。安定しますように。あ、ありがとう、あっちゃんありがとう。明日は目の粘膜が飛び出す予定ですね。だ、明日が、明日明後日が一番グロいんじゃないかな。そう、粘膜が飛び出すらしい。なんかブニブニの粘膜が飛び出てくるらしいって先生に言われたから、かなりグロいんじゃないかな。ん、お疲れ様。韓国病日本語通、あのね、大手はほとんど日本語喋れる人絶対いる、ちゃんとしてるところとかね。ちょっと薬飲んでもいい？これご飯食べた後に必ずって言われたけど。あれ？どっか行っちゃった。いや、明日キモいんじゃないかな、相当。相当キモいんじゃない？でも今日しんどいかなって思ったけど、あの今のところ平気だから、まあ、まだ麻酔が効いてんのかな、麻酔が効いてんのかな、まだ。買い物ってか、ご飯食べたい、ご飯で、ちょっと待ってね、見ないと、ちょっと忘れないように、目の下の注意事項、手術部位のテーピングは絶対に外さないでください。横向きうつ伏せで寝ると腫れがひどくなるので、絶対に横向きうつ伏せやめ、絶対にやめてください。抜歯が完了するまでは洗顔できません。だから1週間洗顔できません、こんな真夏に。うん。で3日間アイスパックで目を冷やす。で処方した薬は必ず飲んでください。コンタクトレンズは2週間から可能。
手術後2週間は禁煙、飲酒、サウナ、岩盤浴、長風呂、激しい運動だから、まあ、セックスは2週間できない。セックスは2週間できない。うん。2週間は禁煙、飲酒、サウナ、岩盤浴、長風呂、セックスは控えてください。で、明日から、シャンプーはできる。シャンプーはできる。うん。そうそう、顔洗えないから日焼け止めも塗れないんですよ。そう。だから、私、アンブレラとセックスはできない。残念だけど、おお、590ナイスありがとうございます。あと400ナイスだ。まあいいじゃん、別に1000ナイスまでこうやって配信してれば。まだ開始12分だから。ああ、ちなみにさっきね、あの外部やってたんですけど、外部から来たよって方いますか？外部から来たよって方のしてほしい。洗浄ドラッグストアで買って顔は拭くしかないね。あ、ある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 。あ、1、2、3、4。あ、あ、嬉しい。あ、結構、あ、よかった、外部やってみて。あ、外部やってみてよかったよかった。あ、結構多いですね。かなり。そう、さっきね、あの外部で30分ぐらい配信してたの。30分ぐらい。いや、でも1000、あの閲覧1000ぐらい、1000人ぐらい来てくれて、でもおすすめ規制になっちゃったの。おすすめ規制、多分誘導で。ひどくないそれさ。同時配信してる人たくさんいるじゃん、ナイスで。大手の配信者さんたち、なんで私だけおすすめ規制になるわけ。ねえ、600ナイスありがとうございます。あと400。なんで私だけそのあの本当だよね、忖度。忖度、うん、ひどいね、うん。まあでもあのツイキャスでね、前もね、韓国配信した時ね、あの前の韓国配信、あの好きな人もね、コーヒー飲めてよ、うん、やっと飲めました。うん、アンブレラと今 LINE してるよ。アンブレラと今、大丈夫だよ、心配しなくても。ちょっと待って、
寂しいって言ってんの眉だけ、確かに寂しくないんだね。もういいわ、もう寂しくないんだね。冷めてるよね、なんか。冷めてるよね。いいわもう。束縛やめなって、これがあの韓国スタイルだから、別に普通なんだって。これそうだよ、普通だよね。カンナムじゃなくて、あのこれがコリアンスタイルだから。で、私駆け引きとかしないから、そういうの駆け引きとかそういうのしないから、くだらないから。私素直だから。飽きたの？まだ抱かれてもないのに。抱いてないからもういいやってなってる。しかも整形ダウンタイムだし、それあるかもね。それあるかも。整形ダウンタイムだからさ。なんかイライラしてきた。何とだよ、ゆっくりなんじゃない、お互いに少しずつ。え、でもさあちゃんもっとこうガンガンだったんだよ。なんか付き合ったらなんか余裕出てんじゃん、うん、やしね、抱いてないんだよ。なんでかっていうと生理なんだよね。生理もういいわもう。生理なのにやりたくないよ。やりたくないよ。DM も来てるんじゃない？知らんけど。何、幼くてもいずれ見せるから幼くてもいいぞ。なんでそんなこと言うの。私待ってんだよ、仙台市行くまで。なんでそんなこと言うの。ありがとうございます、豚ちゃん、ありがとう。いやこれ結構てか明日、まあ明日の方がキモいんだろうけど、結構今もグロいよこれ。かなりグロいよこれ。